無職転生異世界行ったら本気出すは理不尽な孫の手による日本のライトノベル。小説投稿サイト小説家になろうでオンライン小説として2012年9月から2015年4月まで連載。2014年1月から MF ブックスにより書籍化されている。イラストは白高。略称は無職転生。34歳無職の日本人が 中世ヨーロッパ風の異世界に転生したという設定のファンタジー小説。小説家になろうの主流である異世界に転生した主人公が現代の知識や魔法を使って無双する設定のハイファンタジーの先駆者的作品で家族をはじめとした人間関係を主軸に主人公が前世のトラウマを乗り越え成長していく物語が展開される。家族や 人間関係を主軸にしたのは、惑星のさみだれや、寄生獣から影響を受けていることを明かしている。著者の理不尽な孫の手は、本作の執筆の経緯を、当時は、尺眼のシャナのような現代能力バトルが、ライトノベルの主流で、ファンタジー作品は敬遠されていたが、リ・モンスターから小説家になろうを知って、ここだったら受け入れられるかもなと思って、投稿を始めたと語っている。 世界観に関しては本作を書く以前に考えていた作品の80年前の時代を舞台にしており別の時代を舞台にした話が6面世界の物語として小説家になろうに投稿されている漫画版がコミックフラッパーにて2014年6月号より連載中ウェブコミック誌コミコーカーでスピンオフコミック無色転生をロキシーだって本気ですが連載中 漫画版9巻と10巻に、リ・ゼロから始める異世界生活とのコラボ小説とコラボ漫画が収録された。漫画版10巻の発売を記念して、2019年3月25日より3月31日まで、関東近郊の JR の駅構内に、大番ポスターが掲出されていた。漫画版12巻と、ロキシーだって本気ですの5巻の発売を記念して、 2020年3月23日より3月29日まで東京メトロ5路線にの中吊りポスターが掲出されていた。2020年8月17日から9月14日まで西武線一部車両内にステッカーが掲出されていた。2013年10月から2019年2月まで小説家になろう累計ランキング1位を維持していた。このライトノベルがすごい。 2017年版では単行本ノベルズ部問題4位。2021年8月時点でシリーズ累計発行部数は850万部を突破している。現代日本に暮らす20年近く引きこもる34歳無職の主人公は親が死去したのに伴い兄弟に見限られて家を追い出されてしまう。家を出た後トラックに引かれかけた高校生3人を助けようとして、 自己死してしまう。ところが目が覚めた時、彼は赤ん坊になっていた。そして剣や魔法を目の当たりにし、異世界に転生したことに気づく。ルーデウス、グレイラットに転生した主人公は前世での後悔を振り返り、魔法を覚え、家族を大事にし、懸命に生きて、前世のトラウマを乗り越えて成長していく。声優は、突起がない限りは、テレビアニメ版を指す。 特別性在籍することで、ラノア魔法大学の売名になるとされた生徒。巧妙な人物や、将来的に大成しそうな人物を、名前だけでも在籍させることで、学園の宣伝になるという広告等としての意味合いが強いので、学費免除だけではなく、場合によっては事業も免除されて、学園の施設を自由に使えるなど、様々な面で優遇されている。 一般生徒関係者冒険者ギルドに登録して仕事をもらうなんでもや。収入が安定しない上に命の危険がある危険な職業で社会的な評価は低いが冒険誕に憧れてなるものも多い。デッドエンドフィットあリオ手に事件でマたい陸に飛ばされたルーデウスとエリスがルイジェルドと共に結成した冒険者パーティー。ルイジェルドがスペルド族の特徴を隠して デッドエンドを名乗ることで、周囲にデッドエンドの名を語っている偽物だと思わせている。黒狼の木はパウロとゼニスが結婚前に所属していた冒険者パーティー。一癖も二癖もある人物の集まりで、当時は何かと話題になった、中央大陸で最も有名なパーティーの一つだった。パウロとゼニスの結婚を機に解散するが、別れ際に大喧嘩をして、 原因となったパウロを嫌っている者も,もいる。トクラブ村グレンタイ新人冒険者パーティー。それなりに腕に覚えがあるらしいが3人がかりでもエリスに殴り倒された。P ハンターマ大陸、リカリスの町でペット探しや害虫駆除など低ランクの依頼を専門に受ける冒険者パーティー。カウンターアローミルボッツ領の小さな村で魔物が溢れた際に、 仲間や家族を失った者が集まった冒険者パーティ。ステップトリーダー魔法3大国をねじにする大型の冒険者クラン、サンダーボルトに所属する冒険者パーティの一つ。主に迷宮探索をしながら、時に討伐依頼も受ける武闘派。ケイブアモンド全員が中級以上の魔術を習得している魔術師中心の冒険者パーティ。 リカリスグレンタイメグルド族の集落を出たばかりのロキシーが所属していた冒険者パーティー。リーダーのデールの死をきっかけに解散した。ロキシーが銀雄詩人の死になったことで3人の少年が魔術師の少女をパーティーに誘うことを真似する駆け出し冒険者も多い。ロード・オブ・ジャッジメントドラマシ d リー書き下ろし小説、意見の物語に登場。 黒狼の牙が結成する以前に存在した冒険者パーティー。高竜王ペルギウスの住む空飛ぶ城。竜が星空圏を支配する人の世界で空を飛ぶ唯一の乗り物。ラプラス戦役でペルギウスが復活させ魔人、ラプラスの本拠地に乗り込むのに使われた。ラプラス戦役終結後は、いずれ復活する魔人ラプラスを探し出すため世界中の空を飛び回っている。 ラプラス因子を持つ者が門をくぐると白い粒子が散り、ラプラス因子の有無がわかるようになっている。七大列強の石碑など竜族に、縁のある場所で竜が巻きついた塔のような笛を吹くと、とどろ雷のクリアナイトを通じて、ペルギウスに伝わり、後期のアルマンフィが、空中上塞への転移用の魔道具を持って、笛が吹かれた場所へ向かう。主十二の使い魔孔竜をペルギウスが従える十二の、 進化。初代皇竜王ドーラが残していた作り方をもとに、ベルギウスが作り出した太古の十一精霊に、天族の空虚のシルバリルを加えた十二人。精霊たちは倒されても、空中上塞で復活することができる。世界で最も強いとされる七人。第二次人馬大戦が終わった頃にはザカミ、ラプラスによって定められた称号で、かつてはその名を轟かせていたが、 ラプラス戦役で5位以下の海列強が全員死亡して、以来、海列強がラプラス戦役以前よりも弱くなったことと、4位以上の上位列強の居場所がわからなくなったことで、が廃れた。現代では七大列強のことを知らない者も,も多いが、七大列強の書いた手紙1枚で一国の王に会えるなど、一定の影響力を保持している。 1>, 1位から7位まで序列がつけられているが、直接対決に勝たないと序列は入れ替わらず、複数人で戦って勝っても入れ替わりが起きるので、序列と強さは基本的に関係がない。ただし4位以上と5位以下には超えられない力の差があり、4位以上の上位列強は、人知の及ばぬ本当の化け物とされて5位以下の下位列強とは次元の違う実力を持つ。各地に、 現在の七大列強を示す。七大列強の石碑が設置されて、入れ替わりが起こると自動で更新されるが、石碑に書いているのは各人を表す紋章だけなので、倒した列強の称号を引き継ぐ場合などは入れ替わりに気づけないこともある。上位海王族上級貴族、クレーラットやアスラ王国の司法を守護する上級貴族の家系。四大地方領主と呼ばれるのとす、ボレアス。 エウロス、ゼピロスの四、家が本家で、アスラ王国において極めて強い力を持つ。アスラ王国が戦争になった時、真っ先に矢面に立つ存在で、代々の武人が務めている。その他の上級貴族北上三県士北神奈の頂点に君臨していると自称する奇抜派の四人。全員が奇抜な技を持ち目立ちたがり屋なのが特徴。 何でもありな北カンナの中でも特に手段を選ばないので同じ北カンナ剣士からも嫌われている。アスラ王国内で弟子を勧誘する役割を持つ。国民人間の定義は滅びる前の世界で人間扱いされていたかで、族とついている種族は人型でなくても人間として扱われる。動植物や建物が魔力以上によって変異した存在。基本的に人を見ると襲いかかってくる。 体内に魔力袋が存在し魔力の濃い場所ならある。程度食べなくてもしぶとく生きるため魔大陸や、ベガリット大陸のような食料が少ない場所でも、大量に存在する。魔物の強さは、魔大陸イコールベガ大陸中央、大陸北部イコール大森林中央大陸南部、ミリス大陸中央大陸西部の順に強い。スペルド族の影響で、槍は、 悪魔の武器と言われて、長いの武器は好まれず、陶器の存在から攻撃力に頭打ちがある弓は強者には通用しないので、剣術が重要視されて発展している。魔力を操って、超常現象を起こす技術。魔術師を名乗るのに、明確な基準はないが、魔術師は初級魔術を覚えた弟子に杖を渡す風習があり、冒険者の中では杖を持っていれば、魔術師という認識がある。 向かい合って1対1の戦いなら剣士が圧倒的に有利なので剣士には見下されているが戦闘以外にも使える利便性の高さの他に大軍に対しての範囲魔術は非常に有効で叩いたの戦いなど一人一人の重要度が低くなればなるほど魔術師が重要となり過去の戦争で請級魔術師が1000人の兵士を押しとどめたという記録があるなど 請求魔術師一人で千人の兵に匹敵するとされている。2017年4月26日に無色天章異世界行ったら本気出す転移迷宮編のタイトルにて発売。迷宮編、大ヒュドラ戦が舞台となる。書き下ろし小説、一件の物語が同封されている。分割にクールで、第一クールは2021年1月11日から3月22日まで。 東京 MX 他にて放送された。第2クールは同年10月より放送中。本作のアニメ化にあたっては、プロジェクトを長期的かつ計画的に継続する、体制が必要であるとする判断から、ホワイトホックスとエッグファームの共同出資で、スタジオバインドが設立された。従来のホワイトホックスと別のスタジオを立ち上げることで、より集中する環境で本作の制作を進める。 1> 第1クールは N アニメニコニコアニメ公式2021年冬アニメ人気ランキング最終結果とネトラボ調査隊の2021年冬アニメ人気ランキングで1位だった。大原由衣子がオープニングテーマ及びエンディングテーマの作詞、作曲、歌唱を担当する。前世の男役の杉田智一によるウェブラジオ 無職転生心の声ラジオが2021年1月4日より YouTube 東方アニメーションチャンネルにて配信。ビリービリーでも配信されていたが、2021年2月3日にビリービリーのトップストリーマーの一人レックスバーナーが本作を、私はクズの心理成長にちっとも興味ないとこきおろし、レックスバーナーのリスナーを使い、中国共産党へ通報し、 配信を停止するよう先導した。これを受けビリービリーは2月7日に、技術的問題を理由に、本作の配信を停止し、レックスバーナーのアカウント凍結と訴訟を提起した。無色転生ゲームになっても本気出すのタイトルで2021年3月27日に、配信開始。企画、配信はビーグリー、開発、運営はエーミング、企画協力はクリー。 ゲームシステム提供、技術協力はポケラボ。ありがとうございます。